こちらの食べ方も本当に美味しいですね。確かに酒にはよく合うしな。我が祖国の方が全てうまい。若様も素直に褒めたらどうですか。パクパク食べてるくせに。さっさ、ここらで珍味中の珍味を。なかなか店には出せない代物ですが、異国からのお客さんたちは。この店は腐った魚を出す。こいつは草やんって料理でして、匂いはあれですが、とてもうまいですよ。やる。失礼はいけませんよ。最初はそうなるやな。マジ、勘をつけてくれ。おへい、た勘ざく。草やんにはよく合うんだ。それ、僕たちもいただいていいですか。はいよ、うん、ぜひ、食べ方をご教授ください。お願いします。ご教授ってほどでもないけどな。すかさず、勘酒をキュッと。うん、うまい。うわ、臭み。若様も早く。美味しいですよ。若様、しっかり。今こそ男を見せる時です。食えぬ。若様、飲みというより何かの勝負っぽくなってきたな。とまあ、そんな感じ。行き倒れたところを助けられるなんて運がいいんですね。運というより縁かもな。そうか、その恩人とは恋仲というわけではないな。さっきからそう説明して。そうかそうか、そうだろうな。まだ大して飲んでないよな。ところで、さすがはペコトと言われるだけあって、長い歴史を感じさせます。女性もきらびやかな人。僕たちも、なんか今僕たちも憧れてしまいます。我が娘の方が美しい。娘さんがいるのか。聞きたいか。いや、そうか、いいだろう。我が娘はな、それはそれはできた娘なのだ。まず第一に、気品が違う、気量が違う、魅力が違う。第一で、もう3つ挙げてるぞ。第二に、持って生まれた雰囲気というか、気高さという、まさに花も恥じれ、月も雲間に隠れてしまうほどだ。絶世の美女と、姿は美目麗しく、心根はあくまで優しく、心遣いは思慮深いが。それにしても、今言ってる娘って。はい、そのはずですが。おい、人が娘の話をしている。いや、幼い頃からあの子は明らかに傑出した魅力を携えていた。本術の類かと真剣に考えたことさえあったほどだ。こいつらの酒を口にするべきじゃなかった。何よりとても父思いな娘なのだ。そうですね、そうですね。しかしこのおっさん、やっぱり酒に強くな。しかしあれだな、この国の酒。酒に弱い見栄っ張りのセリフそのまんまだが、強い酒ならそっちを飲めばいいんでは。あ、いえ、これは。何、そんなのがあったのか。兵士、もっと強い酒を持って。弱いのに飲みたがるしかないか。へい、お待ち。若様、それはかなり強い酒ですから、少しずつ舐めるように味わって。
俺を誰だと思っている。たかが酒などに飲む。俺に挑んできたか。いや、竜とか言われても。もう一杯だ。若様、だから言ったの。ちょっとはばかりに。おい、どこへ。お前も飲め。あんたはステップレイものだって。ほら、おごりだ。この親父、絡みぞ。大変申し訳ないんですが、諦めて。ああ、娘は、あの子は本当に美しく、きらでのいい子に育ってくれな。あいつの母親は病弱で、産んですぐに死んでしまった。だからせめて名前には長生きしてほしいという意味も。こもっともホロヘが、この頃は一人でフラフラ出歩きようになんでな。親の心力を開くとは、このいつまでもそばに。まるでそれが母親のように美しく。今度は泣き上戸か。ただの酔っ払いより何倍もきついぞこれ。もうこれ以上なら元気にそらってくれないすれば。それだけでいいんだ。クオン。この親父、酒癖多彩すぎるぞ。まあ、若様、宿に戻ります。ちょっと。はい。今の最後の。はい。いや、いい。お付き合いいただき、ご迷惑をおかけしました。またどこかでお会いできましたら。何だったんだろう。ただいま。お勤めご苦労。まだ起きてたのか。お腹が空いてるかと思って、軽いものを作ったけれど。そうだな、どうぞ。いただきます。お味はどう。うまい。どうかした。いや、そう。はあ、ここ最近オシトルの依頼であるズスクル施設団への関心もあって、何かと忙しかったからな。確かズスクルの連中は午前中に朝廷のお偉いその関係からか、ウルール・サラーナは何か用事があるっぽいし、おかげで今日はやることもなしにゆっくりできる。しかし妙に警戒しているヤマトに対して、ズスクルの連中はなんというか警戒心がなさすぎだな。外交として来ていると。本来隣国。まあそういった、そんなこと言う。まずは一風呂浴び。いや、それならここの主のところへ頼む。もうと。あ、マクちゃん、おはよう。おいす、遊びに来た。あんたらなんでいるんだ。なんでって遊びに来たからだよ。来た。確かあんたらお偉いさんと。退屈そうだったからこっちに来ちゃった。来ちゃったっていいんじゃないかな。今回の訪問はこれから仲良くしましょうって感じ。そりゃ余計にまずいだろう。こんなのは
の施設だとか冗談だろ。大丈夫なのか、トスクル。平気だよ、ちゃんと身代わりを置いてきたもん。カメチーの身代わり技術はトスクル1。えへん、受け答えはもちろん、さまざまな業務もこなす優れ者ムントなんかにも、これがあれば姫様はいらないくらいですなとか、ここまでする努力の方が大変だったでしょう。そりゃ呆れてなんだ。それにどうせなら、そんなお話より民の視点でこの国を見たいんだ。それはつまり、さすがクーちゃんのお気に入り。お偉いさんとの話を一応後で押し、そんなわけでお願い、クーちゃん呼んできて。まあいいか、わかった。いいの？クーちゃん嫌がってたみたいだし。一応自覚、最近なんだかそっけないし嫌われちゃって、もしかしたら嫌がっているのに。あれは嫌がってるってより苦手って感じだろ。年頃になれば自分のことをよく知っている年の離れた兄や姉なんてのは、本当に嫌だったらあんな嬉しそうに尻尾を揺らめかせたりはしないんじゃないか。そうだよね、嫌われてなんてないよね。もっとも、ハンベソ書いてたから嫌われる寸前って。もっとも、ハンベソ書いてたから嫌われる寸前ってどこか。クオン、いるか、客が来ているぞ。クオン、入るぞ。クオン、客が来たぞ。私は出かけていて、いないから。そう言ってたって伝えればいいのか。やっぱり姉様たち。うん、その二人が来た。どうして来るかな。今日は会合があるって聞いてたのに。それがどうしてかはクオンの方がよく分かっ、姉様たちってもしかして、すねてなんか、ただちょっと苦手なだけ。この間も最後は涙目だったしな。もし嫌なのならうまいこと言って帰ってもらうが、どうする？別に。じゃなくて？ただちょっとだけ苦手っていうのか、過保護なんだ。過保護？そうだよ、姉様たちは過保護なの。何をするにも口を出してくるし、この他にもお勉強しなきゃダメとか。そりゃ姉様だ。でもつまりそれは帰ってもらうってこと。それはいいよ、帰ってもらって。私はでせっかく訪ねてきたってのに。もういいの。わかった、クオンはそれでいい。あの二人がいない、帰ったのか。そうなのですか。クオハンにもそんな可愛らしい時があったのけ。意外だな、クオンは何でもそつなくこなす才女という印象が強いのだが、そのような側面もあったのだな。クーちゃんは頑張り屋さんだからね。習い事とかうまくできなくてメソを変えちゃったりして。姉様にそんな一面が。もしかして幻滅しちゃったりと。そんなことないのです、もっと尊敬したので。クーちゃんの魅力を分かどうし。ああ、おかわりお願いね。同じく。あ、はい、同じく。それにしてもあのクオンがまさか夜が怖くて添い寝をせがむとはな。幼い頃は些細なものが怖かったりしますからね。そういえば姉上も幼い頃。あれは仕方がないのだ、恐ろしい声で悪い。姉上、僕は姉上を尊敬していますし。だから本当なのだ。そうですか。奥義、信じてないだろう。そうだ、せっかくなんだし、とっておきのクーちゃんの大冒険の話もして。まだクーの可愛らしさの3割にも満たない。大冒険。うん、題してクーちゃんのキノコ狩り。キノコ狩り？それはちょっとだけ昔のお話。ちっちゃ可愛かった。その頃のクーちゃんはとっても悩める乙女だったのだ。悩める？
乙女？